皆さんどうも今回はルヴァンカップ決勝アビスパ福岡対浦和レッズについて振り返っていきますので最後までお付き合いいただけると嬉しいですでは早速やっていきましょうこの試合なんですがアビスパ福岡が積み上げてきたものそしてアビスパ福岡のプレッシングとそこの線引きっていうのがめちゃめちゃ光った試合だったんじゃないかなと思います彼らが初タイトルを 手にするために必要なものだったと思いますし、ここの523のプレッシングをうまく使ったことによって、浦和レッツをかなり苦しめた印象を持ちました。じゃあ、どのようなプレッシングをかけていたのか、どのように523のプレッシングをかける時ときと、撤退するときっていうのを選択していたのかってことについてを、まずは話していきます。えー、まずなんですが、アベスパー福岡は、この523のプレッシングの レンドっていうのがめちゃめちゃ上がっていて、特に前半のパフォーマンスっていうのは、本当に今季一番と言っても過言ではなかったんじゃないかなと思います。で、アビスパ福岡なんですけど、基本的に前側のここの2、3のプレス体でしっかりと迎撃エリアっていうのを設定していて、ここにしっかり誘導すること。で、ここの 5枚でしっかり制限をかけているので、ここで迎撃隊がしっかりとボールを回収していくことっていうのを行っていきます。じゃあ、どのように迎撃を作っていくかというと、具体的にじゃあ、例えば、ショルツ選手がボールを持った時っていうのは、この試合セカンドトップに入った前選手が外切りのプレッシングっていうのをかけることが多かったかなと思います。で、いつもだったら、 セカンドトップがセンターバックに対してまっすぐ進んでいくんですけど、この試合は外切りからプレッシングをかけていくことが多かったと僕は感じました。で、山岸選手は岩尾選手をしっかりと潰しつつ、伊藤選手が結構降りてくること、出口になろうとすることが多かったんですが、ここは、 センターハーフの井出口選手、もしくは森山選手が伊藤選手、早川選手をしっかりと潰していくことって、出口にさせないことで、そして出口にさせないと同時に経由点にさせることっていうのをかなり考えながらプレッシングを行っていたんじゃないかなと思います。で、最初に触れたように、 ここに誘導することっていうのをかなり考えているアベスパ福岡なんで、ここで出口を例えば作られてしまうと、一旦撤退をしなければならなくなるんで、ここで出口ではなく経由点にさせることで、ここの逃げ道っていうのをあえて残しておくことができていました。だから、次のようにボールを回収することが可能になっていきます。 ここから、ショルツ選手から伊藤選手にボールが入るときに、この段階でもう前島選手、ウィングバックの選手は、 かなり前目に出てきて、坂井選手まで出てくるようなプレッシングを行っていきます。で、それに関連して、この外側の高橋選手には、宮選手がしっかりとスライドして対応していくこと。で、森山選手なんですけど、逆のセンターハーフはしっかりここに入ってくるパスっていうのを潰し切ることができるポジションを取っていくことって、ここを仮場として、アビスパ福岡はプレッシングをかけること。 で、迎撃を完成させることっていうのができていたんじゃないかなと思います。ここのショルツ選手、伊藤選手、酒井選手、ここのカリバでの ボールの到達の時間があるんで、前島選手がしっかりと前に出てくること、で、前選手もプレスバックすることができるんで、ここの坂井選手のところ、もしくはここから入ってくるパスっていうのを森山選手、井出口選手、もしくはカンテ選手がこういう風に降りてきた時には、奈良選手がしっかりとガツンと出ていくことで、迎撃を完成させることっていうのができていたなと僕は感じました。まあだからこそボールを回収して、速い攻撃っていうのが、 できるようになっていましたし、まあ、ここの速い攻撃を仕掛けていくことって崩しっていうのを省いてそのままフィニッシュワークまで持っていくことができるんでアビスパ福岡はかなりこの連動を上げてきていてここの決勝に成熟したものをぶつけ切った一戦だったんじゃないかなと感じますでこのハイプレスを 行わない場合もあって、じゃあどのような場合かというと、まあ例えば酒井選手、サイドバックの選手がセカンドトップの手前に降りてきた時っていうのは、センターバックに対してセカンドトップは外切りのプレッシングっていうのを行わないことが多いです。で、その代わりにサイドバックに対してはセカンドトップが対応することって、ここのやりとりをさせる中でセンターバックに変えさせることっていうのをうまく作っていくことが多かったかなと感じます。で、当然ここの伊藤選手なんですけど、 出口になろうとするんで当然ここにはセンターハーフの選手がしっかりとついていって出口を潰していく形は継続して行っていたなと思いますでここから逆サイドのセンターバックにボールが入った時には先ほど説明したものと同様にセカンドトップの選手がセンターバックまで出ていくことが多くなっていきますこの逆センターバックまで届いていく瞬間ここのボールの移動の間にセカンドトップがプレスのスイッチを入れることで湯沢選手 がこういういうに荻原選手まで出ていくことで岩尾選手は井出口選手がしっかりと管理することで早川選手は森山選手がしっかりと管理していくことって再びここの狩場へ誘導することっていうのが可能になっていましたで当然ホイブラーテン選手から岩尾選手もしくは早川選手にボールが入った時にはここで迎撃を作ることもありましたし、まあ、ここから外側にパスを出された時 パスを出させたときには、湯沢選手で潰し切ること、もしくは、早川選手経由で、小木原選手までボールが入ったときには、先ほどと同様に、今野選手のプレスバックを促すことで、ここで回収することっていうのは、叶っていたんじゃないかなと感じました。で、当然、ホイブラーテン選手から小泉選手にボールが入ることもあったんですが、ここはグローリー選手がしっかりと潰し切ることができますし、まあ、ここの対人の強さっていうのは、 アビスパ福岡の一つの武器でもありますし、これをしっかり押し出して再びショートカウンターへ出ることっていうのはできていたんじゃないかなと思います。で、当然、541で整えてボールを持たせるっていうのも 行うことが多かったですじゃあ、どのような時に撤退をしていたかっていうと、坂井選手、小木原選手、この2人がセカンドトップの手前に降りてきた時っていうのは、プレッシングを行わずに、一度ミドルブロック、ローブロックまで撤退すること、で、一度ここで整えることっていうのを選択することが多かったかなと感じました。トリガーとして、木原選手、坂井選手がしっかりと、前選手、今野選手の手前に降りてきた時に、 チーム全体を下げていくっていうのが基準としてあったなと感じます。だから541でしっかりと整えた時っていうのはここの持たせるエリアっていうのを設定していてここをうまくチームとして共有していました。で、ここからどのようにプレッシングをかけてカウンターに出ていっていたかというと例えばこういうふうにおわン型にボールを回させることができるんでそのおわン型にボールを回させた時にセンターバック間のやり取りの中で セカンンドトッッププがプレッシングをかけていきますこれは、初めのセンターバックにプレッシングをかけるんじゃなくて、逆サイドにボールを持っていった時のセンターバックにプレッシングをかけることが多かったかなと思います。なんでこれ逆サイドのセンターバックにボールが届いた時にプレッシングをかけていくかというと、割とここのボールを動かしていく中で、レッズは酒井選手だったり、荻原選手、逆サイドバック、 逆のサイドバックが結構ここのセカンドトップの背後まで潜ることが多くなっていてだからここで外切りのプレッシングをかけていくことでハイプレスと同様のものをミドルブロックのところでも作り出すことができるからですでここでプレッシングをかけていくときにハイプレスと同様に仮場をここに設定していて伊藤敦樹選手がこういうふうに出口になろうとするところには井出口選手がしっかりとついていくことで ここのやり取りの中で、サイドバックのところ、もしくは高橋選手にボールが入ってくるところで、ボールを回収することっていうのは多かったんじゃないかなと思います。で、ハイプレスと少し違っているのは、坂井選手がグッて上がってくることが多くなっているんで、前島選手とサイドバックの坂井選手の距離が近くなってくるんで、ここでボールを 回収することっていうのが割とハイプレスの時より容易になっていたんじゃないかなと思います。これは距離が近くなることも大きく関係していますし、前選手のプレスバックを促さないのは、ここでボールを奪った先のショートカウンターの威力っていうのを担保するために、ここで前選手がプレスバックをせずに留まることが多かったんじゃないかなと思います。だから、ハイプレス、ローブロック、ミドルブロック、どの局面においてもしっかりと仮輪を設定していくことで、 カウンターに出るためのプレッシングっていうのをうまく作り出していましたし、カウンターを打たれるんじゃないかっていう恐怖心を、アビスパ福岡は浦和レッズに対して植え付けることに成功していたんじゃないかなと思います。で、だん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 と浦和レッズが慣れてきた中で、カウンターからコーナーキックを得て、で、そこからの流れで前半終了間際にしっかりと追加点を奪えたっていうのは、本当にアビスパ福岡にとって大きな大きなものだったと思いますし、後半の戦い方っていうのが、 より明確になった一点だったんじゃないかなと思います。で、後半の展開なんですけど、やっぱり動かないといけないのは浦和レッズです。で、浦和レッズは後半に入ると、大久保選手と安井選手を投入しました。で、ここで大久保選手が入ってきたことによって、坂井選手がかなりハーフスペースに入っていって、攻撃に参加することが多発していたなと思います。で、 逆の小木原選手もゴールを奪いに行かなければならないんで、かなり高い位置を取ることが多くなっていました。で、これに対してなんですけど、アビスパ福岡はハイプレスをあまり行わず、541の形でミドルブロックから試合に入ることが多かったかなと思います。んで、前半と少し変わったのは、やっぱ大久保選手と坂井選手のここの入れ替わりが多くなってくるんで、外側に誘導した時に、金森選手と前島選手、この2枚で、 対応することが多くなっていきます。で、ここの門をあえて残しておくことで、伊藤敦選手、酒井選手に入ってくるパスをしっかりと奪い切ることっていうのが狙ってできていたんじゃないかなと思います。まあ当然酒井選手だったり、逆の小泉選手、小木原選手のところで詰まることが多かったんで、ここで回収することっていうのは多くなっていたんですが、これもなんか狙って作っていた形だったのかなと僕は感じました。まあ、だからこそ、 ここのサイドバックの背後っていうのをかなり使うことができていてここでボールを回収したときに山岸選手にボールを届けると金森選手が前に出ていくこともしくは前島選手が前に出ていくことで酒井選手が開けたここのサイドバックの背後のスペースっていうのをうまく使ってロングカウンターを仕掛けることができていましたしここの山岸選手がかなりボールを収められる選手なんで 逆サイドへ展開した時に、今度選手だったり、水沢選手だったりが出てくることで、センターバックの引き剥がしっていうのを行って、クロスからフィニッシュワークっていうのも行えていたんじゃないかなと思います。で、これを行っていく中で、グローリー選手が前に出てきて、攻撃参加をして PK を得たんですが、ここでしっかりとアビスパ福岡は PK で、とどめを刺していれば、 もっと楽な展開になっていたのかなと思いましたがさすがは西川選手っていうところでしっかりと PK を止めてチームを救うものチームに勢いを与えることができていましたでこの勢いに乗ったのが浦和レッズで、まあ、アベスパ福岡はよくこの浦和レッズの圧と浦和レッズサポの声量制圧に耐えたなって感じる一戦でもありましたし浦和レッズの圧が増した理由っていうのは 選ンン選手手とと秋元選手を投入ししたたことが大きく関係していたなと感じましたなんで大きく関係していたかというと、まあ、ここのカンテ選手とリンセン選手でしっかりこの3センターバックを止めていくことで秋元選手のゴールシーンのようにここの酒井選手だったり荻原選手少し低めの位置でサイドバックが起点を作れるようになっていましたなんで起点を作れるかっていうと、まあ、ここのセンターハーフがしっかりボールサイドの センターハーフとセカンドトップを止めていくことができていてで、なおかつ、なおかつサイドハーフの選手がウィングバックを止めているんで、酒井選手、荻原選手がしっかりとボールを持てる状況、扱える状況が多くなっていきます。で、ここでカンテ選手、リンセン選手を入れた大きなメリットが、大きな効力が。 生まれてくるんですけどター,ターゲットを2枚入れた浦和レッズは宮選手、奈良選手、グローリー選手で常にやっぱり数的優位の状況で弾き返したいんであえてくるのはここの湯澤選手とグローリー選手宮選手、前島選手のここのギャップですここのギャップをうまく秋元選手だったり大久保選手が使っていくことができていたんでここからゴールシーンのように。 対角のパスを入れていくと、湯沢選手はどうしても前に入られているんで、対応が難しくなって、ここから秋元選手の反撃の一点っていうのは生まれたんだと思いますし、これをうまく浦和レッズは作り出したんですが、それでもやっぱ耐え切ったっていうのは、決勝のバフがかかっていたと思いますし、何よりもアビスパ福岡はしっかりと守れるチームで、押し込まれながらもバックライン、チーム全体として、 ラインの上げ下げっていうのをかなり丁寧に繊細に行っていましたし、まあ、それがうまく実った一戦だったんじゃないかなと思います、まあ、何はともあれこの初タイトルっていうのは本当に大きなものをもたらすと僕は感じましたしやっぱタイトルっていいなと思える一戦でもありました本当にアビスパ福岡さん優勝おめでとうございますそしてめちゃめちゃ面白い試合だったんで ぜひ皆さんこの試合見返してみてください。はい。本当にアビスパ福岡は積み上げてきたものをこの決勝にぶつけて勝ち取ったタイトルなんで、大きな大きな自信がついたと思いますし、ここからさらに成長していきそうだなと思う優勝だったんじゃないかなと思います。はい。本日も長々と 喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ